リチャード・ティファニー・ギアは、アメリカ合衆国の俳優。ペンシルベニア州フィラデルフィア出身。アイルランド系。アングロ・アイルランド系の両親のもとに生まれる。父のホーマー・ジョージ・ギアは、ネイション・ワイド・インシュアランス・カンパニーの保険業者だった。母のドリス・アンナ・ティファニーは主婦である。ギアには、姉・スーザンなど三人の姉妹、一人の兄弟、及び、イフボ兄弟がいる。 1967年、ノースシラキュースセントラル高校卒業。マサチューセッツ大学で哲学を学んでいたが、中退して俳優を志した。舞台で活躍し、1975年に映画デビュー。1991年には、スーパーモデルのシンディクロフォードと結婚したが1995年に離婚。2002年に女優のキャリー・ローウェルと再婚し、 息子を設けた。2016年女優のキャリー・ローエルと離婚。2018年4月に33歳年下のモデル、アレハンドラ・シルバと結婚。同年8月9日、妻が妊娠中であることを公表した。熱心なチベット仏教信者、人道主義者としても知られる。2001年には、アメリカ人の対テロ戦争について、愛と同情心を持つことの大切さを説いた一方で、 2006年には、ウサマ・ビンラディンが未だに拘束されないことへの疑問も、述べた。2003年には、当時のアメリカ合衆国大統領、ジョージ・ブッシュのイラク攻撃を批判。アラフハト大統領死後に行われた2005年のパレスチナ自治政府大統領選挙では、パレスチナ国民に投票を呼びかけた。2007年には、フィラデルフィアから人道賞であるマリアン・アンダーソン・アワードを贈られた。 ダライ・ラマ14世を熱心に支援し、中華人民共和国政府によるチベット民族迫害を激しく非難している。2002年にはヒマラヤ地域の人権を議論するため、ドイツ議会にも招かれた。2008年の北京オリンピックに際しては、前年に中国に対してチベット民族迫害の歴史をオープンにするよう訴え、聖火リレー前日のサンフランシスコでも、 チベットでの人権侵害に対する抗議集会に参加した。しかし、このような行動は中国側からは反発及びギアを CM に起用したフィアットが謝罪するような出来事も起こった。そのためか、リチャード・ギアは中国に入国禁止の対象になっている。リチャードは中国のチベット弾圧はナチスのホロコーストにも等しいと指摘している。また、 エイズ撲滅活動にも取り組んでいる。ブッシュのイラク攻撃は批判したギアだったが、エイズ問題への取り組みについては、賞賛を述べた。日本好きとしても知られ、たびたび来日している。黒沢明監督の8月の教師局に出演した際、劇中で使用された念仏堂のオープンセットを解体して、アメリカの別荘に移築した。なお、これは、 特別扱いを断った彼の出演料が非常に安かったため、その埋め合わせの意味もあったという。また、シャル・ウィーダンス、8約束の犬といった日本映画のリメイク作品に主演している。日本のテレビコマーシャルへの出演もあり、日本国内においても顔と名前の知れたアメリカ人俳優の一人であると言える。1991年には、 日本航空のワシントン修港のコマーシャルに歌を歌いながら出演。2005年からはダンディハウスのイメージキャラクターとして CM 出演。2012年にはサントリー、オランジーナのテレビ CM で映画、男は辛いよの登場人物、車、虎ロ郎をモチーフにした虎というキャラクターを演じている。テレビ放映時の日本語吹き替えは塚山正種 安原義人、小川真嗣などが担当することが多い。2009年7月9日、八約束の犬の宣伝活動での来日中に、森田和義アワー笑っていいとも、のコーナー、テレフォンショッキングに、字幕翻訳者で、通訳の戸田夏子と共に出演、番組史上初のハリウッドスターのテレフォンゲストとなった。その際、100人アンケートで、飼い犬の名前が、蜂という、 お題で一人を当て、その一人の女性をステージに、アゲストラップをプレゼントするなどした。愛犬家であり、蜂約束の犬のシナリオを読んで涙している。なお、蜂の物語はこの時初めて知った。2007年4月15日、インドのニューデリーで行われた、エイズ撲滅キャンペーンの際に、インド人女優のシルパシェティに対し壇上で方にキスをするパフォーマンスを行ったことが、 監修の怒りを買った。この行為がインドでは公然わいせつ罪に該当するとして4月26日にキスをされたシルパシェチとギアに対しインドの地方裁判所が逮捕状を発行した。これに対してギアはマスコミを通じて公式に謝罪し、翌年になってインドの最高裁判所が逮捕状を取り下げた。インドムンバイにてありがとうございます。